はい、丸です。ようです。大学に入って初めて友達と行って、まあ、そこからハマってハマってしまって初めてなんですよね。初めてとは思えないいい雰囲気感だったんで。はい、じゃあ次の方お願いします。失礼します。お願いします。よろしくお願いします。どうもどうも、よろしくお願いします。あ、どうぞどうぞ。全然失礼します。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、今日は面接を務めます山永と申します。よろしくお願いします。簡単にちょっと、まあ、石川さんがどんな方なのかというのを、はい、まあ、1分ぐらいとかそれぐらいで自己紹介を改めてですかしてもらってもよろしいでしょうか。はい、現在大学ではその融合理工学系に所属して、まあ、理工学系の、まあ、広く基礎科目を学びつつ、プロジェクトマネジメントであったりとか、あとはエンジニアリングデザインみたいな授業もあったりします。あとは、普段僕がやっていることでいうと旅と映像制作と、あとはチームマネジメントっていうことが、あるかなっていうふうに思うんですけど、まず一つ目の旅に関しては、大学に入ってから今まで16の国と地域に、実際に自分がバックパッカーとして訪れました。あとは、映像制作に関しては、まあ、個人で YouTube チャンネル持ってたりとか、あとはあの実際に企業さんでインターンとして中高生に映像制作を教えていたりとか、っていうのをやっていて、あとはチームマネジメントでいうと、大学に入ってからいくつかこう学生団体の立ち上げっていうものに携わってきたので、まあ、その立ち上げ期から実際に運営する時まで、まあ、ずっとこう見てるっていうところで、まあわりかし小規模なチームになるんですけど、まあ、チームマネジメントっていうのはやってきたかなっていうような感じです。ですね、ありがとうございます。めちゃくちゃ聞きたいことがたくさんあるなんかコロナになってからじゃあ旅はそんなに行けてない感じですか。そうですね、コロナになってからは、あまり行けてないんですけど、うん、あのそれこそ本当にコロナ前は海外旅行割と頻繁に行ってたんですけど、うん、それが行けないっていうことで、じゃあどうしようってなった時に、あの無人島なら人いないから確かに無人島に行ったりとか。マジっすか。そうですね、あと日本じゃないないところの、日本の国内だけど無人島で、はい、行ったりとか。めちゃくちゃおもろい、はい、あと今年の夏は、割とこう飛行機とかも緩んできて、そうですね、アメリカに1週間ほど、はいはいはい、あのいたりしました。友人がたまたまいたのでそこに泊めさせてもらって。はい、いいっすよ、旅はもうずっと昔から。いや、家族旅行では割と国内いろいろ回ってたんですけど、はい、海外旅行っていうのは一回も行ったことなくて、高校生までは、うんうん、大学に入って初めて友達と行って、もうそこからハマってハマってしまってそうなんですね、はい、なるほど。いや、いいっすね。こうちょっと順々に行ければと思うんですけど、その YouTube チャンネルっていうのはなんかどういうきっかけで、どうして始めて今やってるんですか。はい、まあ、さっき旅に行くのが好きっていう話をしたんですけど、うん、まあ、やっぱり旅といえばインスタ映えだろうと思って最初インスタをやってたんですよ、はい、で割と写真でこう残したりとか、あとは旅に行ったエピソードとかを友人たち4人ぐらいで、あのブログを、うん、あの立ち上げまして、うん、で旅ブログっていうような形で、実際にこんなことあったよとかっていうのを、うん、まあ、文字と写真で載せてたりしたんですけど、どうしてもあの雰囲気がこう伝わりきらないなっていうのを思って、うん、だったら映像の方がもっと雰囲気とかその国の空気感みたいなものがちゃんと伝わるんじゃないかなっていうところで、うん、あの映像制作を始めたっていうのがきっかけですね。うーん、なるほど。でそこからもう今 YouTube でしっかり、まあ、定期的に上げてる感じ。そんなに更新頻度は多くなくて、うん、まあ、なかなか海外に行けてないから動画がそもそも素材がないっていうのもあるんですけど、はいはい、あとはそうですね、普段ダンスもやってるので、あ、そうなんですね、ミュージックビデオみたいなものも最近は作ったりとか。めちゃくちゃなんか活動家ですね。そうですね、いろんなことが好きなのですごい。ダンス、僕もやってたんですよ、ダンス。あ、本当ですか。 何やってたんですか。ロックダンス。あ、ロックダンス、僕ポップをやってて。おー、そうなんです。ダンスもやられてるんですね、はい、すごいな、活発ですね。ありがとうございます。あの、まあ、今回楽天の面接を受けてくれているので、例えばなんかどういう就職先を探してとか、はい、まあ、その中で楽天のどういうところに興味を持ってもらったとか、もしそういうのがあれば、はい、ぜひお伺いしたいなと思うんですけど。はい、そうですね、まあ、本社はやっぱり、まあ、日本が誇ると言っても過言ではないような、まあ、日本の中でも大きな企業の一つだというふうに思っていて、うん、その中でもやっぱりいろんな業界に
幅広くこう根付いているっていうところが御社の強みかなというふうに思っていて、うん、で、まあ、僕のこう個人の興味として、まあ、特定の分野一つで一生を終えるというよりは、うん、割といろんな分野でいろんな新しいことをやっていきたいっていう思いがあるので、うん、御社の新規事業企画であったりとかサービス企画っていう事業部に行けたらなっていうふうに思っております。あ、なるほどなるほど、いいですね。5年後とか10年後とか、まあ、全然もしあったらでいいんですけど、はい、キャリアのこうどういうふうに成長していくイメージとか、どういうキャリアにしていきたいなとかあるんですか？そうですね、まあ、今のところなんですけど、まあ、やっぱり海外を、まあ、海外を舞台にというか、まあ、地球を舞台にっていう方が表現的には正しいかなと思うんですけど、うんうん、まあ、全世界で、まあ、誰とでも一緒に仕事ができる人間になりたいなっていうふうに思っていて、うん、まあ、そのためにも今実際に国際交流に関するプロジェクトいくつかやっていて、うん、そのうちの一つでアプリを開発、友人と開発してるんですけど、うん、まあ、そういうのも国際交流、まずはこう学内でせっかくうちの大学とかも例えば留学生の割合が 17-18% ぐらいいて、うん、結構日本の中でも割合としては大きい方なので、うん、まずは学内で、まあ、コロナでなかなか海外に行けないっていうのもあるんですけど、まずは近いところで国際交流もできるということに気づいて、うん、アプリを友人と作っていたりとか、まあ、そういうのもあるんで、世界でいろんな人と一緒に活躍できたらいいなと思ってます、うん、ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったです。そう、 OK です、ありがとうございます。じゃあ今日はこれで終了になります。改めてお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。初面接だったんですけど、一言で丸か×か、どうでしょう？丸だと信じてます。お、はい、自信満々ということで、早速結果発表に行きたいと思います。それでは、山中さん、結果の方、お願いします。